今俺らアマゾン川の上におるで。アマゾーナス。もう俺はほんまにどうしようもない事故を起こしてしまったなと。ジョブロック。クエスト800ソです。え、そんな高いのかかってる。もう やってもらおうや。お、グラシアス。俺の予想ではイカダは100ドルぐらいだと思うんですよ。イカダできるまで暇すぎるやろ。携帯全部なくすし、床と床の間、キーとキーの間にイケポチャして、ダメ、その日に俺も携帯ない。OK、サルー、なんてまずいディール。ただできたぜ先生。うん、OK、 シー、ブエナスウェルテ、グッバイ。今俺らアマゾン川の上におるで。何してんねん、話。地球の裏側でイカダに乗って行きましょう。え、どうやってあっち行くん？不可能だろ。どうぞアマゾン川ってアマゾン川に任せよ。何もすることないよな。何もない。どう、大自然の中でするしょんべんに。なんか自分の排泄物が母なる大地に今帰っていったわ。どうやってもらおう。で、夜になったらもう交代で寝るか起きとくしかないな。うん、普通は騎士つけて寝るわけやけども進みたいもんな。テント立てよう。とりあえず斬新やな。うん、イカダの上にテント張ってるって。これテント立てたら急に眠なるわ。なんかぶつかったぞ。ちょうど止まった。うん、もう、よし。何の声これ。イルカちゃん。イルカ、マジで。うわっ、怖すぎるやろ。あれはイルカが多分イカダにぶつかったのな。でも生物やったな。あの木もなかったし。夜怖いな、見えへんの。マジで怖い。やばい、波やばい、浸水してる。やば、今船進んでないから、イカダが進んでないからこのまま待機しようと思う。飯作ってる時も大変やな。大変や。まだ引っかかりそう。まさか来てんで、こっちに。最高すぎるわ。蚊が大量発生しております。せっかく買ったこのスプレーもあまり効かん。
多分みんなが想像してる100万倍音で。ちょっと村みたいなの見つけたから止まろうぜ。コーラ買おうぜ。いや金ないんじゃん。コカコーラ。シー。あ、シー。急来たで。えらい使うな。じゃあ俺さっき一口飲んでいい。あ、炭酸ちょっと抜けてるけどバリうまいわ。風の帰り道決まって夕方5時。頭洗って。綺麗にしてんか汚くしてんかわからんな。アマゾンドロドロやもんな。ドロドロやもん。無限の彼方へ。さあ行くぞ。アマゾーネス。超気持ちいい。アマゾーネス。聞こえた。アマゾーネス。これやばない。エコーやろ。エコー。エコーエグいな。アマゾン。エグいなか。やばい。ほんまにエグい。顔を避けながらミノムシの状態になってる。そして川の流れに身を任す。それが川よけミノムシ作戦。おやすみ。おはようございます。今日から今日ほんま最悪な目覚めやったわ。クソスコールでスコールの中気に引っかかってるからが蚊うっちゃうじゃおって俺。待って蚊だらけになってきた。6時半や。6時半になったら蚊出てくるわな、うん、バリバリやん。え、でかこの街。明日にはついてほしいな。おはよう。うん、すごい風や。ただいま南米のアマゾン川付近に台風21号が発生しております。直ちに皆さん避難してください。めちゃめちゃ揺れてる。味方バルサが何やこれ。浅瀬にハマってもうた。とりあえず台風でもうついにあの飯が底をつきた、うん、だから今日の晩ご飯はお湯を飲もうと思います。ごめんな節子。節子うちが貧乏やからしかないね。節子ステーキちゃん、ステーキちゃん、お湯や、お湯や。ラストハマってしまったな。とりあえず行ってくるわ。あおあああそれで海軍や、海軍や。自然の脅威を思い知らされてるわ。日本おるときは何でも別に自分の意思で行動して動いてできるけど、もう意志とは裏腹にもう自然に身を任せるしかないから、どうしようもない自然の現実を味わってるな。日本帰ったらこういうのがなんかやっぱちょっとハートでかなった気するけどな。これ乗り越えたらやっとやプカルパが見えてきた。自然に操られ川の流れに身を任せるしかないマリオネット人間ジョー、そして予期せぬ大事故。身を救ってくれた菩薩のような人間たちのおかげでまた旅が始まるのだった。事故を起こしてしまって取れませんでした。目の前にでっかい貨物船が現れてどんどんそこに吸い込まれていって、ゴミ収集車のようにもうぐしゃぐしゃに吸い込まれていって、なんとか水面に顔を出すことができて、でもサイドンがいなくて、もうサイドン、サイドンってずっと叫んでたけど
声がないから、もう俺はほんまにどうしようもない事故を起こしてしまったなと、もう必死で自分を悔やんで、もうサイドンがおらんくなったらどうしようってなって、ずっと叫んで、サイドンがそこの船に顔を出して、船の上からジョーみたいに呼んでくれて、生きてたみたいな、とりあえず命だけ助かったからいいやと思ってたけど、なんとテントに全部入れてたんですよね、荷物とかで。そのテントごと見つかって、まあもちろんイカダはぐしゃぐしゃなんだけど、でカメラもパスポートも、あと残り少ない現金もなんと全部見つかって、なんか何の悪運の強さなのかわからないけど、でもなんかこう、そうやな、とりあえず二人とも生きててめっちゃよかった。しゃアマゾン側からチャンネル登録よろしくお願いします。